はい、皆さんこんにちは、ハチでございます。三国志13、ひいさんね、やっていきましょう。張翼さん、張翼さんとも仲良くしない。失礼、ありがたい。ちょっと待ってね、王平さんちぎってなかったかな。ああ、王平さんちぎってないね。ちぎったら引っ張り込みたかったんだけど、ああそうだね、ちぎれてないね。となるとやっぱり私は金が今いるね。そうなると権威になるように持っていかないといけないね。二品館と所持金が3万。ああこの場合二品館まだまだだね。私はね、今5品館だから、あ、もっと頑張らないといけないな。あ、軍備充実だ、使命。いつの間に軍備充実になったの。そうなるとますます、武力の高い人、そうだね、武力と、あ、統率の高い人が欲しいね。そうなっちゃうので誰かいけない。あ、神さん無理だね。ああ無理だね。あ、王平さんだね。ああ、かっこよくなると長くなっときましょうか。かっこよくさんもいいよね。34日、短いね。相性いいんだよね。はい、ルリスさんが弓を、論士の弓を押しましたね。さあ、はい、王平さんから手紙届きました。新書で紹介された格好ことで、まさに言ったら、そうだろう、30何日だもんね。随分仲良くなったぞ。まるで数年来のつながりだと。さて、こうなったか。はい、すまんな。あ、感謝状となったね。さあ、出れたんで、もうどうぞ。ご足労、感謝する。検索いたす。これと同時に、同志枠も増やしていかないといけないですね。だって人事全然ダメでしょ。ダメだね、ダメだね。はいと、お、はいはい、どうぞと。多忙の中ね。じゃあ論議しましょうと。考えがござる。30から始まったからギリギリ届くかな。あれ慣れるかもわからないね。ちぎれるかもわからないね。報告します。ルイチ様より近所で総兵訓練の提案が届いてます。あ、どうぞ。あった、よかろう。 C だけどね、適性がね、今見たらね。はい、議論が深まりましたねと。はい、ご足労、感謝する。はい、検索いたす。張翼さんもいい人だね。はい、議論が深まった。あ、もう69まで報告します。多分行きますね。近所で巡察をしてはどうかと。ハンシュン様よりね。はい、どうぞ。構わん。もう今軍備重視だから、皆さん軍備重視だからね。あの使命がね、皆さんも本当に統率60の人が一番トップだもんね。私が70あるんでね、あれですけど。何の用だろうか。はい、ヒードのではないか。よく訪ねてきてくれたよ。あなたに一遍ね、能力見ましょう。能力というかね、あら、あなたはここで見ればね、張翼、白局さんね、白京さんね。ああ、年齢43、結構いってんだね。74、75、73。この職の中ではね、平均にして取れて使い勝手がいい人ですね。訓練さん、巡察さん、新速に、あ、新速持ってんだね。ただ、悲しいのは BCA なんですよね。総兵 B、騎兵 C、旧兵 A。S がないんだよね。で、士気回復、采配1。采配1しか使わないの。まあ、士気が上がるだけね。自分のね。しかも自分だけの士気が。ああ、年順位は2の。全体で21位ね。私抜いてると思うんですけどね。私ももう全然ダメだもんね。武具酒か。あ、いや、武具だけだね。武具興味だね。で、熱伝は、諸子の武将、劉備と劉将が争った時、劉海の部下として劉備軍と戦い、敗色濃厚になると劉海を切って降伏した。ほほ、その後は曹操との官庁攻防戦、医療の戦い、南蛮制圧、諸葛亮の北伐に参加。諸葛亮の死後は脅威の北伐を支援し、剣閣で紹介に降伏するまで戦い抜く。諸滅亡の翌年、脅威と紹介が義に
謀反した際の混乱に巻き込まれ死亡。あ、そうだ、キョイと翔海さんが反乱を起こすですよね。で、なんかあれでしたっけ、キョイさんは殺された後、言ったら解剖されたんでしたっけ。で、出てきた心臓がすごく大きかったんでしたっけ。まあ、肝がでかかったんでしたっけ。肝がすんごい大きかったかなんかいうのを読んだような気がしますね。劉備が益州牧になると、登用される方に厳しく異民族統治も厳格で、ということは劉秀さん関係ないのかな。諸葛亮から信頼された左将軍、左社稷将軍まで昇進、脅威の派閥には反対していたと。そうなんですね。さあ仲良くしましょう。検索いたす。はい、平原ね。はい、拡張の結果とはまたまただね。はい、あ、ピタ出れたね。さあ、お金がないね、もう。お金がないからちょっとできないね、しばらく。はい、夏のあなた聞いてくれるかな。ソフィードの、どうしたのです、ソフィード。行事してるようですが、実は駒使いの人に当家に伝わる家宝はまだ駒使い好きだね。はい、気を受けましょう。はい、じゃあ私行くところは武都ですね。3日に行きます。向かう。なんか冴えない顔の2人が冴えない顔の2人がね、私が言っちゃダメだけど。さてと、あ、松陰さんもいっぱい行けるね。松陰さん誰で行こうかな。あ、そら李淵さんいいよね。そら李淵さんと、あ、月英さん、都督軍事上司なんだね。月英さんで行っとこう。え、都督の、あ、都督、え、誰、都督いるの、うち。ああ、孔明さんだ。孔明さんだね。ああ、孔明さんともちっとか。でもね、孔明さんそんな長生きできないよね。はい、早かったね、放浪さんね。あ、まだまだいっぱい行けますね。そうなると武力のある副将、ああ、容疑さん悪くないな。ああ、この人いいね、カオさんの娘だよね。はい、虎の子を犬にやるのでしたっけ。ねえ、自ら自滅の横にちゃいましたけどね、カオさんね。自らの言葉で。さあ、出れてる人はいないので酒場行ってみましょうか。こんなのはどうだ。贈与などで交換を得ればと。贈与って言われると今あんまりいいイメージないのかな。まあ贈与って別に悪いことないでね、送って与えるっていうだけだから。ちょっとね、賄賂、収賄とかにね出てきますもんね、贈与っていう言葉は。あまりいい印象ないのかもしれないですけど。さあさあさあ、なんかいいのあるかな。あってもお金がないと。そうだね、お金ないね。じゃあ調査しましょう。はい、来ては見たもののと。ほんとね、始めるぞ。ここが使えないんですよ。ああ、チート使えたな。ここで女性を見守らせてもらうぜと。あ、使えるんだけど自分だけですよね。だってこれ中性44でも成功しそうにないなって言うんですもんね。困ったもんですね。私じゃダメなんだね、これね。で、逆に私以外の人の時にいいのかな。いい目のここ、おお、1000超えたね。こうか。はい、私服が超えましたと。こう出たか。私、俸禄3000あんの ?5。あ、これは、俸禄って月のお金だね。月給だね。それが今、季節変わって、月給だけでも支払われるのは季節ごとで、季節は4ヶ月だから今2000入ったんだよね。で、さらにそこにポッケにね、ポッポないないしたんで、それで1000入ったから3000増えてんだよね。で、あら、4000増えてんね。さっき3000いくらだったのが4000増えてる気がするんだけど、ちょっとまだ分かんないね。これも誰か動ける人いる？
私だけかな。あ、私だけだね。もう人不足すごいね。はい、近所に分けるソビエクの最大値が、あー増えた、よかった。なかなか有力な話がないもんだ。その商人でも聞いてみよう。と失礼、この辺りで徒歩するほど掘りものがーっと。これ若者のやつかな。あ、ここ小松会だもんね。あ、これだこれだ、彼だ彼だ。これ一騎打ちしたらダメだよね。俺の言うこと聞いてもらうからな。この私を説得しようというのか。面白い。あ、どれでいけば市長が来そうな気がするんですよね。そうだね、これでいきましょう。話の前提が間違っていいよ。しかしやっぱり市長できた。そうか、市長がやたらよく来る気がします。以後ロン。さあ、これで張玉さん同士にぶっ込める。でも誰か外さないといけないね。外したら持ってかれそうな気するんだけどね。さあ、まあちょっと戻りましょう。行くか。報告します。鈍感が多いでね。あいたあざよかろう。鈍感が多いでね、これで出れさせようと思うと書物とかしかないんだよね。はい、あお子様が生まれました。とても可愛らしい女の子です。この子の名前、やはり文員様が決めてやってくださいと。秘書、あいい名前だね。報告します。当院様より近所での商業投資の提案があった。よかろう。はい、だだと。遠いね。あれ V だったの。V なの。張玉さん移動したのか、大衆に。はいはい、ヒーだろう。戻られたか。そのようなものはもしやと。すっごい遠かったな。これはあれだね、少子化に対抗して子だくさんにしないといけないね。ちょっと頑張ってもらおうか。で、ちぎれたよね。ごえさんとも仲良くするか。何の用だ。検索いたす。そうだね、ごえさんとも仲良くしときましょう。武力のある人とも仲良くしましょう。報告します。はい、いいですよ。構わん。さあ、ちょっと、あ、はい、新たな近所にね、近所の新たな施設、休兵でいいんじゃない？作業期間短縮っていうのはちょっといいね。うん。うん、こうか。はい、いや、もう深まったなと。ちょっとね、人事いけるかな？あ、私だけだね。となると、まず3人しかいないもんね。テイドさんがいて、テイドさんはどんな方だったっけ。22 29 67 7。うん、文官だね。しー文官だね。流暢の部下十字劉備が落城を落として生徒に迫ると、劉将は諸将を集めて軍旗を開く。そこで程度は作物や各地の穀倉を焼き払い、守りを固めて劉備の兵糧が尽きるのを待つ策を進言。しかし劉将はこの作戦を一蹴したため実現されることはなかった。演技とほぼ同様。まあわかるんですけど、やっぱりね、作物とか穀倉を焼くっていうのはどっちにとっても辛いことだもんね。さあ、じゃあもう一度ゴイさんと。よくぞ来られた。はい、ロンディね。考えがござる。まあ大衆だからね、大衆より地位の低い人だったらみんな大抵やあのね、ロンディに答えてくれるんで。なんか今ないかな。ないね、お酒しかないね。ああ、どうしようもできないね。もう皆さん使われちゃってんだね。さてと、ちょうど暇をしておった。はい、じゃあ論議しましょう。検索いたす。あげれるものがあるのかな。出れさせれるものがあるのかどうかですよね。
章まで取った。4章まで取り出したわ、ギガ。ほんとこれ怖いな。引くもまた行ってか。トイさんでもダメなのかい。じゃあね、どうしようか。トイさん使うのもったいないけどね。あんま持ってないよね、この人使うのね。報告します。じゃあ、はい。よくぞ来られた。論議しましょう。検索い。これだから同時に組み込みだとして引っ張ってきても枠増やしてね。報告します。はい、どうぞ。構わん。例えばここで張翼さんと五井さんを引っ張れたとしたら、もうこの国程度さんしかいないんだよね。そうなるとトータル的には全然得にはなってないんだよね。副案があるのだが。はい、と。あ、じゃあね、ちょっと時間良くなりましたね。この辺で終わっておきましょう。ひいさんで三国志十三、終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。